田中俊太は、神奈川県厚木市出身のプロ野球選手、宇藤左田、横浜 DNA ベイスターズ所属。兄は広島東洋カープに所属する田中博介。東海大学附属相模高校時代には、2年生の2010年に、第92回全国高等学校野球選手権大会で、準優勝、3年生の2011年に、 第83回選抜高等学校野球大会で優勝をそれぞれ経験した。チームメイトは1学年上に123進婦都市、大城拓造、同期には菅野武史、渡辺勝がいる。東海大学に進学し、3年生児の2014年に第63回全日本大学野球選手権大会で優勝。2016年、大学を卒業して、 日立製作所に進み、高校時代の同期である菅野武史と再びチームメイトになる。同年夏の第87回都市対抗野球大会では、チーム初の決勝進出に貢献し、菅野と共に若実賞を受賞した。2017年には、社会人日本代表に選ばれ、同年のアジア野球選手権大会では二類種として出場し、優勝メンバーとなった。 2017年のドラフト会議で読売ジャイアンツに5巡目指名され契約金4500万円、年俸800万円で入団を合意した。背番号は兄、高タスクのプロ入り時と同じ63となった。巨人時代2018年開幕を一軍で迎えると3月30日の開幕戦である対阪神タイガー,アース戦に代打でプロ初出場を果たすと 初打席初安打を記録。6月2日の対オリックスバファローズ戦で2番、二塁手として、初先発出場すると、1試合後出塁の活躍を、見せた。9月11日の東京ヤクルトスワローズ戦では、小川康弘から、プロ初本塁打を記録した。前半戦に二塁手として出場することの多かった、吉川直樹が8月1日に故障離脱したこともあり、シーズン後半には、 レギュラー格を務め、最終的に99試合に出場し、打率241日本塁が12打点6盗塁を記録。オフに800万円増の推定年俸1600万円で契約を公開した。2019年からは背番号が51となる。2019年開幕戦となった広島戦に7番3塁手で出場。当初は クリスチャン・ビーア・ヌエヴァと併用されるが、吉川直の離脱により再び二類種として起用される。しかし自身の不調や、若林明弘や山本康弘の活躍もありに、軍調整の時期が長くなり、前年ほど一軍での出場機会は得られずやや、成績面で数字を落とした。オフに、200万円増の推定年俸1800万円で、契約を公開した。2020年、 開幕を一軍で迎えたが、楽天から遺跡加入したゼラスウィーラーと入れ替わる形で6月29日に出場登録を抹消された。8月12日に再登録されるも代打で結果を残せず、8月16日に再び登録抹消された。9月13日に再登録されると、9月は打率467と結果を残した。最終的には、 プロ入り最小となる48試合出場にとどまり、打率265、本類第一、打点6を記録。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズには4試合すべてに出場した。12月9日に100万円減の推定年俸1700万円で契約を公開した。2020年12月18日、梶谷隆行が フリーエージェント権を行使して読売ジャイアンツに移籍したことに伴い、人的保障として横浜 DNA ベイスターズに移籍することが両球団より発表された。背番号は38となった。移籍が決定すると、巨人監督の原辰則や兄の田中博介から電話で激励を受けている。2021年は開幕を一軍で迎える。開幕戦となった三月十六日の 読売ジャイアンツ戦では3安打6打点と大活躍した。開幕戦での6打点はセリーグ新記録となった。二塁を中心に内外や全ポジションをこなすユーティリティープレイヤー。瞬速を誇りアマチュア時代には50メートル走で6秒0を記録している。打撃では長打は多くないが粘り強く選球眼に優れており出塁率が高い。幼少期は 少年野球の活動で、当時、横浜ベイスターズのファームチームであった、湘南シーレックスの試合の手伝いをしていた。その際、内川誠一から声をかけられることがあり、プロ入り後に再会している。ありがとうございます。